オリファン、近本どうやって抑えるん？近本は壊れたのかってくらい打つが、もし自分が敵側なら諦めて全部歩かすわ。安定の近本中の意外性の森下、不動心の小山、A チームや。近本が初回に出塁したら勝率8割。セリーグの他のチームどうやって近本を抑えてるんや？何か対策法あったんかこいつ。木浪、糸原、近本、森下、大山、坂本の流れ最高すぎたわ。阪神歴代ベストナインのセンター近本赤星マートン誰がいいんや？近本か。近本からあとは本場テンション上がりすぎて騒ぎ疲れた。折だけど近本の顔見るのも嫌になってきた。こいつオリックスに親でも殺されたのかってくらいいつな。近本は打ち出したら止まらんからな。オリファンは近本の顔見たくない野郎がこっちもゴンザレスの顔見たくないで何本ヒット消されてるねん。近本は敵にいたらほんま嫌なバッターやった。味方でよかった。もはや近本は2005の今江状態やな。バットに当たればヒットになってる。近本エグすぎ。1-2-8番の打率がエグいわ。やっぱり近本は近本だった。近本と森下のドラ1コンビが活躍してる。最後はサトテルが決めないといけない。道知り MVP ってかなり安引きなんやな。この調子維持したまま終わるんなら近本になりそう。折川から見たら顔見るのも嫌やろな。近本また打ちやがったの連続やしね。よう2018年、近本くん取れたよな。ルーキー時から主人公してたわ。結局木浪8番は近本の近くに置いておきたいんやな。他球団にトラウマ植え付けたマートンみたいになったんだ。近本、近本はトリックプレーが良かったね。普段類に出ないパのピッチャーなら引っかかるもんな。このまま日本一になればシリーズ MVP が近本でシーズン MVP が村上っていう分け方になりそうな気がする。近本の安打製造機っぷりがすごいな。首位打者取れてないのが不思議なレベル。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。